自転車ライトの製造工程、どう作られているか知っていますか？岡山にあるキャットアイ吉井工場に潜入してみます。今回はキャットアイさんの製作現場、工場にお邪魔していこうと思います。これは 何をされているところなんですか？これは成形をしてます。プラスチックを溶かしたものを金型に流し込んで、成形という形に組み上げます。はい、こういう成形品が仕上がります。これ1日に何回ぐらい休むんですか？こういう作業。まあ、品物によって違うんですけれど、何十万で。何十万？こうやってライトや、コンピューターの周りの成形品、プラスチックの部分ありますよね。そういうものを作っていきます。こちらが、組み立て工場になるんです。あ、こっちが組み立てなんですね。はい、あ、ご存知かどうかわからないですが、ここは G ボルト60の生産ラインです。型にそのライトを埋め込んでる感じなんですか？そうですね、もともとさっき見ていただいたプラスチックの工場でこういうものを成形します、これにあとパーツを組み込んでいく。ライトを作るのは同じここなんですか？工場は。そうですね、ライトもここなんですね。こんにちは。その機械は何なんですか？検査してます今。検査なんですね。これがもうライトの光源です。このちっちゃい黄色く見えるやつが光ってる元です。最終的なそのライトとしての性能試験をこのボックスでやります。それはちゃんと光るかどうかっていうことですか？そうです。パターンがありますよね。あの点滅とかディス配光だとかいろいろ、ああそう、なるほど、そっちか。そっちのその通りのパターンに仕上がってるかどうかをこれで検査します。まずこの製品を乗せて、ちょっと乗せて点灯させます。で、そのパターンを、カメラの方が撮影して、その軌道を、ルクスに変換して、こちらのパソコンの方に表示してます。で、もう自動的になるんですね。そうですね。その良品か不良品の判断してます。はい。不良は不良でちゃんと跳ねれますよというテストをするだけなんで。じゃあその市場で出回ってるのはちゃんとしている。ですね。はい。で、あとで、これのもうちょっと高性能なやつ、お見せします。あ、これとはまた別なんですか？これはあくまで量産ラインの中で使うやつなんで、簡易的な。あ、これが簡易的なんですね。はい、じゃ最終チェックみたいな感じなんですかね？そうですね。なるほど。女性の方が多いんですね。はい、こんにちは。最初のこのラインで組みます。まあ、基本的には向こうと同じように頭から通してずっとこう流れている中で最終完成品になるという形です。なんか機械があっても作ってる工程が全くイメージできないですし、中の、まあ、ね、ボディがあって、その向こうと同じように血管とか液晶とかを埋め込んでいって、でここで動作検査をやって、で OK だったらここで上ボディと下ボディを超音波で溶着します、で、もう一度機能検査をやって、電池蓋をはめ込んで、まあ、それで一応完成です。すごい。最初のスペースはここだけなんですか？ここだけです。あ、そうなんですね。なんかライトの方が多いですね、そしたら。そうですね。じゃあ ほとんど占めてるのがライトの製造の部分なんですか？そうですね。はい、場所的に多いのはやっぱりライトの生産場所の方が多いですね。これがさっき見てもらった基板に、部品を実装していく機械です。あ、全て機械なんですね。あそこの真ん中であちこち動いてますよね、あの下に基板、何も載せてない基板があって、で部品をそれぞれ取って指定の位置にこうやって置いてる、置いて帰って置いて帰ってっていう作業を繰り返してます。さっきの基板とかのチェックは人間で、こっちが機械なんですね。あのここで作った品物は基板の状態での動作確認はやります。あ、そうなんですね。動作確認が人間なんですね、やっぱり。ここは、その動作確認も、自動でやります。あ、自動でできるんですね。基本的には基板に電気を入れて、ちゃんとで導通するかどうかっていう確認です。
で、あと部分的にはどれくらいの電流が流れますとかね、はい、へえ、それも全部機械で見れるんですか。そうですね。機械と人間だとその何割ぐらいが機械なんですか、やってる作業としては。向こうの組み立ての方を見ていただいたようにもうほとんど人がいます、はい、そうですね、はい、その前の段階、さっき の、 あのプラスチックの成形だとか、はい、こういう基板の生産っていうのはもうほぼほぼ 100% 機械です。 100% そうなんですね。人はもうオペレーターとしてだけいるだけです。これが LMT っていう試験装置です、はい。これ一つの製品測るのに、はい、1から10までやると何十分でかかるんで、あ、量産ラインではできないんで。なるほど。何度かこうやって角度を見ながら動いてる。明かりが移動します。そうです。明かりが移動しながら下から順番にずっとあのセンサーのところで明るさをずっと測定しながら、はい、ライトが動いてるんですけど、今とりあえず今ちょっと一度ごとで測定してるんですけど、実際は 0.1 度ごとでずっと測定を繰り返していき、はい、で、ドイツ規格、まあ、国際規格の標準とかがあるんですけど、はい、でそれに入ってるかどうかっていうのも確認です。だって 0.1 度違えばアウトなんですか。アウトなんですね。こういうあの不具合があった場合はこういうパターンになるよとか、こういう配合 の数値になるよとかっていうのをここで事前に調べておくんだよね、はい、そしたら例えば成形条件がちょっと悪くって本来の形ではなくなった場合に、ここでさっき事前にそれを見ておけば、はい、あの何か不具合があった時にここでもう一度測定することによってこれどこが悪いなっていうのが分かるわけです。ああ、そうか、ビフォーアフターが分かるから。そうです、そうです。アフターだけだとどこが悪いのか分からないですよね。何かおかしい、何かおかしいと、はい、なった時にあれどこが悪くなったんだろうっていうのが、なるほど、先にあの、はい、最初あの開発の方からシミュレーションで、はい、設計の真ん中であの組み込んだ時にどういったあのパターンになる、どういったあの値になるっていうのが先に開発の方でシミュレーションできるので、はい、そこからずれていくとじゃあどこがおかしくなったのか、うん、それを確認できる。ここ真ん中が一番明るいところが1万線なんかみたいな、だからこれで言うと117ブクスありますよ。あ、本当だ、数字が変わってます。数字が変わっていて、ここで何カンテナになったのが分かるんです、ね、こうやって正面から見た場合で、もっと広い範囲を見ていくと、はい、これはあの白く実際のパターンに合わせた、であの真上から見た時にはどういうパターンになるとか、これもシミュレーションで開発の方から来るので、うん、実際にあの真上から見た時にどういうパターンで路面を照らしているかっていうそのシミュレーションをここでやっていく。こんな感じでレンズとここに LED ついてるんですけど、はい、ここで細かくこう LED の位置をこう調整しながらパターンがどう変わっていくかっていうのを見ていくわけですね。レンズをなんかあの成形条件ごとで変えていって、はい、どの条件が一番いいなとか、であの何か途中量産している途中で何か不具合とか出てきた時にはレンズのここがおかしくなったからここ変えてっていう、そういったあのフィードバックもできるっていう。